スペシャルゲストがまた来てくれ、遠いところありがとうございました。いい、ありがとうございます。あの九州大会以来ですね。はい、久しぶりです。50代がで6位だったんですかね。はい、こうやって YouTube 撮ってるからちょっとお知り合いになれたから。はい、普段なかなか 大会で話す機会ないから、はい、今回 11.29 由布院決戦ですからですね。そのためにわざわざ来ていただいてありがとうございました。トレーニングどれぐらいやられてるんですか？トレーニングは大体もう10年ぐらいはやってます。大会が去年から、いや3年目になりますかね、JBBF。 あ、じゃあ向こうの団体で。はい、はい、あ、そうですか。へえ。で、初めてちゃんと入賞できたって感じ。あ、よかったです。今は51歳って言われてたんですね。はい、51です。今からですね、バックコースとかどうですか？バックコース、もう芝生に乗りなんですよ。さすがにね、お二人来たらね、まあ、形がいいですよね。はい、OK、前で。はい、グーッと入れて。何キロぐらい増えたんですか？まあ77キロだから約10キロぐらい。10キロぐらいで増えますよね、はい、それぐらいね。うん、じゃあまあ 11.29 ですから。11.29 頑張ります。ゆっくり。まあぜひお願いします。今日本当ありがとうございました。まあ、こうやってお知り合いになるとですね、また YouTube 載せて、うん、YouTube 効果ですね。はい。大会の時なかなか話さないからですね。そうですね。やっぱり話せないから。お知り合いになって嬉しい。あ、いや僕もです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。はい。